Shinsuke, もう勘弁してくれよ。これも先輩方へのサービスや。ケータ連れてきたで。ほい。どういうことだよこれ。よう匂うとるで。伊藤君、まだティアラが。ベルもぜひ。ケータ。お。カズキ。逃げるぞ。うん。わあ、こら、またんかい。記念撮影で稼ぐチャンスやで。こら、二人ともまたんかい。隠れるぞ。とうとうその気になってくれたんだね。なんでさ、違うんですって。あ、これは部活見学の途中で。部活見学？それならうちに真っ先に来てくれなくっちゃ。行こう、僕らの愛のコートへ。ああ、ケータハーニー、なんてキュートなんだ。僕がマンツーマンでコーチしてあげるよ。はあ。勝負だ伊藤。勝負って俺テニスなんて。君たちハニーは初心者なんだよ。だから成瀬先輩と伊藤が組んでダブルスで勝負です。俺たちダブルスの代表だからな。え、代表？俺たち本当はすごいんだぞ。なんたって2年間ジュニア杯を制したんだからな。へえ。要するにハニーと仲良くしたいんだね君たち。よし、受けて立ってやる。手加減はしないぞ。お前も全力で来い。もちろんだ。ラブ15。なんで運のいいやつだな。こんなのまぐれだ。ケータ・ナルセペア、マッチポイント。まずいな。確かにまずい。終了、タイムアップや。ケータ、行くで。ほら、シュンケ。俺たち負けなかったけど、友達になってやってもいいよな。そうだな、ケータ頑張ったもんな。ああ、ケータは頑張った。お次は。お、はいはい、デリバリーでか。ん、カズキ。で、なんだよ。ケータ、今日の夕方この間の洋館に来てくれないか。え、見せたいものが、いや、話したいことがあるんだ。なんだろう、話って。さて、あとは美術部で終わりや。うん。しかし引っ張りだこやな、ケータ。この人気者。これでもう誰もお前がこの学園に不必要なんて絶対言わんはずや。俊介。ほな、俺デリバリーあるさかい。またな。ありがとう、俊介。岩井さんの絵、やっぱり大好きです。あんまり人に見せるつもりはなかったんだけど、ある画商が
見せてほしいと言ってくれたんだ。すごいじゃないですか、画商の人の目に留まるなんて。そのきっかけになったのが、あ、ケイタは遠藤といるとき本当にいい顔をしている。え？ケイタ、今日の夕方この間の洋館に来てくれないか。見せたいものが、いや、話したいことがあるんだ。どうしちゃったんだろう俺。なんでこんなに早く和樹に会いたいんだろう。おいで、ケータ。あ、うん。来てくれて嬉しいよ。うん。星がいっぱいだな。ここがベストポジションなんだ。今夜60年に一度の流星群が見られるんだよ。流星群？ケイタに見せたかったんだ。飲むか、温まるぞ。ありがとう。外、まだ冷えるから。やっぱり和樹っておばあちゃんみたいだ。え？あったかくて優しいことを俺にいっぱいしてくれる。それに一緒にいるとなんだか落ち着く。そういうところ。流れ星、そろそろ時間だな。これだけいっぱいの流星が降ってるんだから、みんなの願いが叶うといいな。そうだな。聞こえてたぜ、お前の声。伸びたな、髪。和樹はしないのか、願い事。俺はこれから先もずっと啓太と一緒に
流れ星を見られますようにって祈った。約束。うん、約束。おっと、今朝は一人で。